いや、吉根さん、さすがにね、どんなレベルの高いコンサルをしようとも基本ができていなければ全くレベルが高いものを受け取ってもらえないんですよね。まあ、ですんでね、私もね、月収100万稼ぎたいっていう希望を持たれる方はいいんですけども、まず月収100万の前に月収5万10万を達成できなければいかないですよってことなんですよね。で、今となっては月収5万って商品1個売るだけで終わりですからね。まあ10万でも1個売るだけで終わりですよ。で、最近ね、ポイントサイトがかなりね、活気を帯びてきていて、ポイントサイトでそれこそね、5万10万って稼ぐ人がこの2ヶ月だいぶ出てきたんですよ。で、私はそこに対して別にコンサルしてるわけではないんですよね。これで稼げますよ、あれで稼げますよっていうふうに、まあ雑談の中でお話してるだけなんですよ。それでどんどん稼ぐわけなんですよ。まあ、おかげさんで速稼塾に入る方も増えてるわけなんですけども、非常に簡単なのは、2万円で10万円稼ぐ方法を教えるっていうものが商品っていうのがね、私の速稼塾の始まりだったんですけども、あれ今でも同じ、未だに同じなんですよ、未だに。だって10万円稼ぐ方法、そして10万円稼ぐまで私ずっとサポートするわけですよ。で、その販売金額が2万ですから8万円利益が出るんですよ。で、しかも次のステップとしては、じゃあそれを周りの人に教えてあげて、さらに稼ぎを加速していきましょうって形で、これで月収100万いきますからね。でも今年だけでもね、40人ぐらいが月収100万を体験したんですよ。継続してるかどうかは別にして、40人ぐらいは月収100万突破してるわけなんですよ。まあ、もちろんね、私ははい、この人が月収100万突破しましたっていうふうに大々的に報じる方ではないんで、おめでとうっていうふうにね、こっそり言って終わりなんですけども、なんかね、そんなにね、実は難しくないというか、なぜ難しいと感じるかっていうと、サラリーマン勤めとかアルバイトの延長線上で、その働き方でね、月収100万というものを見るから、フランチャイズを何店舗も経営しなければならないとか、高い時給で一生懸命働かなくちゃいけない、時間をかけなくちゃいけないってなるんですけども、そんなことはなくってね、10万円の商品を3個作って30万、終わりなんですよね。これでだから月収30万いこうと思ったら、商品1個作ってそれが3人の方に売れればいいわけなんですよ。で、そう考えると本当に物事の原理原則ってのは単純で、基礎さえ押さえておけば、それで本当にね、自分の自由とか権利ってのは自分で買い戻すことができるんですよね。まあ、こういうふうに言うと、まだね、体験されてない方はそんなバカなみたいな感じで上の空で聞いてるのかもしれませんけども、まさにね、40歳になるまでの私ですよ。その月収100万取ろうと思ったら、10万円の商品を10人に売ればいいじゃん、もしくは100万円の商品を1人に売ればいいじゃんっていうふうにして、誰がそんなもの買うんだと思いましたけどもね、実際に100万円の商品買う人って普通の人の中でいるんですよね。それこそ月給15万20万の方が100万円の商品をしっかり買ってですね、それによって100万円以上の報酬を得る道を、まあ、歩み出すわけなんですよ。だから私から見ていても、ああ100万稼いだな、200万になったな、300万の利益上げたなっていうふうに見えるんで安心ですよね。だから同じように思うんですけども、やれば稼ぎが手に入るのに、やらない人ってのはお金を稼ぐのが好きなんじゃない、好きじゃないんじゃないかなと思っちゃいますよね。で、お金を稼ぐってことは GDP に貢献するわけなんですよ。大げさに言ったら、月収100万の人ってのは、私の速稼塾の中でももう優に100人以上生まれてますけども、1億円のマーケットを作ってるわけですよね。 GDP を1億円押し上げてるわけなんですよ。で、そう考えたら結構ね、日本の GDP ってのが500兆円と言われてますけども、その本当にね、コンマ数パーセントで語れるぐらいのものは、まあ、できてるのかなと。まさに、経済の1億を担ってるわけなんですよ。これね、本当にね、身震いするぐらいすごいことしてるなって私は思うんですけどもね、どうですかね、 GDP をちょっとね、押し上げるために自分のお稼ぎをね、なんか増やしてみませんかというね、問いかけでございました。まあ、速稼塾に来ていただければ、速稼塾に来ていただいて希望すればね、その方法を、まあ、お伝えすることは全然できます。私はね、暇でしょうがないんで、稼ぎたい人本当にもっと来てくださいって感じですよ。稼げますんで、はい、以上でございます。